はい、ありがとうございました。今日はあの試合の感想をいただいていいですか。はい、今日は上部大学戦で厳しい戦いになるということが分かっていたので先制点が必要だということをチーム全体で統一して入りました。でその中で先制点という形で先制できたことは良かったんですけど、後半のところとか前半の入りなどまだまだ修正する部分がたくさんあるので、そこを次節に向けて詰めていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今を生きる選手たちへ、2021年関東大学女子サッカーリーグ戦、全278試合
完全配信。感謝と感動の総合メディア、吉田エンターテイメント。